皆さんこんばんは、ななみです。今日はこちらプラザで買ってきたものを紹介していきたいと思います。それではビデオスタート。はい、じゃあまず1点目はエクセルのグレイズバームリップ GB06 番のショコラベリーというカラーを買いました。色味はこういうカラーになってて、本当にショコラベリーというだけあって暗めのレッドになってます。今ねつけてるカラーが実はねこのカラーなんですけど、最近秋リップって言っても結構ダークめのカラーなんていうんだろう、ブラウン系ばっかり紹介してたと思うんですけど、なんかねすっごいねプルンとするしツヤがすごいの。だから縦じわがね本当に軽減されるリップ、エクセルのリップって買ったの初めてだったんですけど、すごい感動したのでこれちょっと他にも欲しいなって今思ってます。とりあえずイエローベースのちょっと秋っぽい感じのカラーがいいかなと思って今回この一つだけ買ったんですけど、すっごい気に入ったので他のカラーも欲しくなりました。なんかこう一個一個手に塗ってっていうのはなかったので直感で選んだこちらが本当に正解でした。本当にツヤがすごい。パケは結構シンプルなんですけどね、ここがゴールドになっててちょっと大人っぽい感じのデザインになってるかなと思います。続いてもエクセルのコスメなんですが、パウダー&ペンシルアイブロウ EXPD01 番です。このカラーをちょうど切らしていたのでまた買ったって感じで、で髪の色暗くなったっていうのもあるしこのカラーを選択しました。なんか花粉の時期でも何でもないんだけどさ、すごい鼻がなんかムズムズするっていう、でしかもね私なんかねくしゃみするとすごい顔変わるんですよ。一気にむくむっていうか、なんかよくわかんないけど腫れた感じになるんだけど、同じ症状の人いないですかね。だからくしゃみ連続で何回とかすると目もすごい腫れちゃって、え誰みたいな感じになる。中学生ぐらいの時からの悩みなんだけど、色こんな感じのちょっと暗めですね。はい、パウダーが入ってるのでこれも使えます。で反対側にはスクリューブラシも入ってるので眉を3段階で整えることができるんですね。まあ帰ったらこんな感じでパウダー乗せたり、スクリューブラシでシャーシャーシャーってやったり、これ1本でできるっていうやつです。もうほんとこれはすごく気に入ってずっと使ってたペンシルなので、言わなくてもわかると思いますけど、いいペンシルです。続いてはこちらのメイビリーのリップになります。カラーがこんな感じ、ちょっとセミマットな感じのテクスチャーになってます。なんかこうパウダーチックな感じのイメージ。ちなみにカラーこんな感じです。私の今の髪色とかそういう暗めの髪のカラーでも似合うかなっていう感じのリップです。リップまた買ってる。でもね唇厚いからさ、人よりすごい消費量が早いのこれほんと、なおかつ結構すぐ取れちゃったりとかするリップだと何回も何回も塗り直しするから本当になくなるのが早い。はい、続いてはザセムのマルチグローチップハイライター、こう肌の内側から出すようにするリキッドタイプのハイライターになっています。で T ゾーンだったり C ゾーンに塗るのがいいみたいです。ザセムって言ったらコンシーラーじゃないですか。だからえってなった、ハイライト売ってんのみたいなそれは気になるじゃんと思って買ったんだけど、パッケージがねちょっとピンクになってるんですよね。ザセムのコンシーラーと同じでチップになってます。なんだろう、馴染むのがすごい早い、すごい馴染むのが早いの、スーって感じね。あ、いいじゃんこれ。ほら、しかもなんか結構きれいめ、いいんじゃない。内側からパッて明るくなりそうなハイライト。なんかね自然にハイライトを出したい時はこういうやつの方が良さそうな気がする。はい、続いてはキャンメイクの新しく出たフルーティーピュアオイルリップの01番と02番を買ってきました。これなんか色味とかは特に、うん、こっちが02番、なんか色味はねそんなにないかなって感じなんですけども、まあ一応2つ買いました。美容液オイル成分が 98% も配合されてるみたいなので、本当にね唇がプル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 というかツヤツヤになります。このリップの上にのせると分かりづらいかもしれないんだけど、エクセルのリップもツヤすごいけどこれのせちゃうとこんなになっちゃうの。色物につけた後はしっかりこうアプリケーターを拭かないと汚くなっちゃうんで、しっかり拭いてからしまわないとダメなんですけど、もうさっきよりさらにプルプル油物をなんか食べたばっかみたいな感じ。ちなみにさっきのメイベリのマットっぽい上から重ねるとこのようにさらにツヤが綺麗に出せるかなと思います。
これはすごい安いし、空張りありますけど1本どっちか持ってればいいかなっていう感じでした。かわいい。はい、続いてこちらの二重ナイトパックっていうやつを買いました。塗る、二重を折り込む、寝るだけ。使い方はこんな感じらしいんだけど、本当に寝てるだけでなんか癖づくんだったらいいじゃんみたいので買いました。なんかね、私の目って不思議で、なんか二重のラインが1、2、3個ぐらいラインがあって、そのうちの一番下のなんか奥二重でもないような、なんかちょっとした線があるんですけど、その線がねすっごいねなんか強いのね。でその強い線が俺が一番だぜみたいな感じで出てこようとするの。その強さにさ、私の最終的なここのラインがさ負けようとするわけ。これ塗ってちょっとここの一番最初にあるラインを消していきたいなっていう考えなの。中がもう普通のアイプチとかと違ってこういうタイプ、もうチューブになってて、これをつけてその上から専用スティックで癖付けをするっていう感じですね。指先にパックを直径5ミリ出して、片目ずつまぶたを閉じて、まつげの生え際から1ミリを避け、眉毛の生え際までまぶた全体に塗るんだって。そのまま2分間少しベタつきがある程度に乾かして、専用スティックで中央あたりを押さえながらまぶたの皮膚を中に押し込むようにそっと目を開けます。でそのまま寝たらいいんだって。で翌朝パックを指先で優しく剥がして、肌に残ったパックは洗い流してください。すごいねこれ、まあ、それが1本の動画にしてもいいなって思うんだけど、まあ必要があればって感じで。はい、続いて最後はワンダーハニーのトロトロハンドクリーム、リンゴ蜂蜜っていうやつです。これはハンドクリームになります。この季節になるとさ、もう手もすごい乾燥するから、ちょっとランキング的になんか1位だっけな、2位だっけな、なんか札みたいのついてたのを買いました。なんか普通のクリーム、めっちゃしっとりしてる、結構こっくりした、てか匂いがすごいいいよ。なんかまあなんとなくこうリンゴみたいな香り感じはしますね。つけて伸ばしてみた感じはちょっと大丈夫かなと思ったけど、意外とサラサラになる。ちゃんとこのサラサラになるの大事だよね。なんかいつまでもさベタベタされるとさ、スマホとかさ触るの嫌じゃん。これめっちゃいいわ。サイズ的にもちょっと小さめで、カバンに入れてもそんなにかさばらないかなって感じするし。はい、ということで今回はプラザで買ってきたコスメたちを紹介したんですけど、本当に今回一番気に入ったのはエクセルのリップ。感動してる。なんかプチプラでこんないいカラー出してくれてるんだっていう、もう皆さんもぜひね気になった方はチェックしてもらいたいなと思いました。なんかすごい早く売り切れちゃいそうな感じがする。あれ？それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。